五代山は中華人民共和国山西省摂州市五代県にある古くからの霊山である。標高3058メートル。仏教では文殊菩薩の聖地として古くから信仰を集めている。旧字表記では五代山。別名は清涼山。2009年にユネスコの世界遺産に登録された。三名の由来は、 この山が五つの主要な峰によって構成されていることによる。尊傷寺の仏塔から見下ろしたが乱塔印寺、大白ユズミライタダキの本殿山内には、北儀の時期に大太寺と呼ばれる寺が建立され、それ以後、多数の山岳寺院が建立された。その最も繁栄した時期には、300以上の寺が林立していたと言われる。観音菩薩の霊場である、札山と、 普遍菩薩の霊場であるガビ山、地蔵菩薩の霊場である九華山と並んで中国仏教の聖地とされる。現在でも、大内に39カジ、大外に8カジで合計47カジの寺院が存在する。日本の平安時代から鎌倉時代の日東像や日宋像の多くも天台山と共に率先してこの山を訪れた。また、 チベット仏教の教徒の尊数も集めており、菩薩いただきと呼ばれる寺院のある五台山は、中国内地では関連仏教とチベット仏教との唯一の共通の聖地となっている。2009年の第33回世界遺産委員会で世界遺産リストへの登録が認められた。複合遺産としての推薦だったが、文化的景観としては認められたものの、 自然遺産としての価値は認められず、文化遺産としての登録となった。登録物件には、東大の根流である仏光寺が含まれる。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。五代山行きをいただく五代山。ありがとうございます。